北陸最大となるブロッコリー産地の加賀市では先月から始まっている春ブロッコリーの出荷が最盛期を迎えています。今日は生産者が朝に収穫したばかりのブロッコリーおよそ10トンを次々と集荷場に運び込み、大きさや品質ごとにランク分けしていきました。天気とかを見ながら大事に大切にまた育てて出荷してますんで、味の方は申し分ない味に仕上がってます。普通に湯がいてシンプルに食べていただくのが一番おいしいかなと思いますけど、まあ、天ぷらなんかも結構おすすめです。今シーズンは春先の天候に恵まれ、ブロッコリーの生育は順調だということです。今月いっぱいまで北陸を中心に関西などへも例年並みのおよそ300トンを出荷する見込みです。さあ今回はブロッコリー部会の寺井会長もおすすめの天ぷらにしていただきました。ではいただきます。天ぷらなんですね。初めていただきますね。どうですか。おいしい。おいしいですか。すごい、これ多分元々の甘みも結構あるんですけど、よりなんていうんですか、甘みが凝縮されて感じるというか、本当に濃厚な感じ、なんかえぐみみたいな一切ないので、すっきりして食べやすいです。これサラダはよく食べますけど、新鮮ですね。本当ですね。こうブロッコリーの可能性を感じるというか、そうですね。本当ですね。これ試したことない方もぜひブロッコリーの天ぷらちょっとやってみていただきたいと思います。美味しかったです。